始まりました。ケンマスクッキング。ね、今日やる料理はね、じゃじゃーん、そば買ってきましたーってことでね、今日はまたまたちょっとね、最近暑いんで、パンチの効いた、悪魔冷やし肉そばっていうやつ考えてきましたよー。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきますね。これね、そばね、大体まあ、一玉でもいいんですけど、僕ちょっと二玉食べちゃいますね。で、これ蕎麦二玉分で作ります。はい。それから、豚のバラ肉 150g、玉ねぎ半分、あと刻みネギ。はい、これでいっちゃいます。さあ、今日はね、冷やしシリーズってことで、まずね、タレの方作っちゃって冷やしときますね。毎度おなじみ、二名のつゆね、いつもお世話になってます。これでね、まず、こちら水 400cc やってます。これに、二名のつゆは 80cc ですね。はい、はい、こんな感じで、あ、ちょうどだったね。はい、そうしましたら、これはもうね、先にちょっといろんな作業する前に先に作って、これを冷蔵庫でキンキンに冷やしておきます。いや、冷蔵庫じゃちょっと間に合わねえな。もう冷凍庫に入れてバッチリ冷やしておきます。ちょっと冷凍庫行ってきます。よし、そしたらね、あとね、豚バラちゃんですね。豚バラちゃんはね、こんな感じで、食べやすい大きさにね、だいたい2センチぐらいにカットしていきます。あとはね、玉ねぎちゃんはだいたい、そうだね、こんな感じで、まあ2ミリぐらいの厚さにこうスライスしていきます。はい、よし、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。はい、まずね、油大さじ1杯。はい、はい、そうしましたらね、はい、豚バラちゃんからやってみていきます。でね、今日はもうね、めちゃめちゃ単純ですよ。単純なんだけど、もうね、超うまいやつやります。もうそうだね、そしたらもう玉ねぎちゃんも先入れちゃっていいね。はい、もうね、今日はね、豚肉ですけど、これも牛肉でもね、ちょっとヘルシーにしたかったら鶏肉をちょっとね、薄くスライスしてやっても大丈夫ですよ。もうね、肉は何の肉でもいいです。もうね、今日は市販のタレをバンバン使って、難しいことは何もしないですよ。ただやり方だけ覚えとけばね、誰でも簡単にできるっていう感じのシリーズになります。で、はい、こんな感じでね、大体もう豚肉ちゃんの方に、火が通ったところで、はい、じゃじゃーん、今日なんですけど、焼肉のタレ、ね、これはね、もうね、自分のね、お好きなメーカー選んでやってくださいね。これね、業務用スーパーですごい安かったんだけど、値段なりにね、美味しいんで気にして使ってます。で、これね、お好きな部位をね、濃い味が好きな人はこう濃くていいよ。普通にね、薄味が好きな人はとろっとでいい。自分の感じで、適量でこう焼肉のタレで普通に焼肉炒めていきます。はい、はい、もうもはやこれだけでも十分美味しいけどね。はい、そしたらね、はい、こんな感じでちょっとまだ、完全に何ていうの、絡まりきってないところで一旦火止めちゃいます。でね、この間にちょっと、蕎麦の方茹でちゃいますんで、ちょっと待っててね。はい、そうしましたらね、毎度おなじみね、もうね、どこのご家庭でもね、大体今はあると思うんですけど、この業務用麺茹で器でたっぷりのお湯でね、これ表示通り、はい、これ3分茹でですね。3分茹でなんで、3分間、お蕎麦の方茹でていきます。パンパンパーンってね。よっ。はい、それでね、もし万が一業務用茹で麺器がないご家庭はですね、普通の鍋で茹でてくださいね。よっしゃい、大体ね、はい、2分経ちました。どんな感じかな。はい、いい感じだね。はい、そうしましたら、はい、こんな感じでね、ざるにあけて、よいしょ。よし。はい、これをね、バシッとね、冷水で冷やしてきます。よし、そばね、ビシッと冷やしてきましたよ。はい、そしたらね、ここから盛り付けです。でね、そしたらこんな感じに、丼に入れて、でね、まあ、麺そのものも2玉分でこんなに多いんで、大体ね、普通の女性とか、普通のなんか、食の人は、僕のこの分量は、今回の分は、2人前を一緒に作ってるような感じだと思ってください。僕はまあ、大盛り的に1人で食べちゃいますけど、まあ、大体これは、朝食の人だったら半分に分けて、同じ分量でやれば、大体同じようにできますからね。
まあそんな感じで僕の場合はこれ一人前です。はい、そうしましたら、先ほどバシッと冷やしておいたこのね、あのつゆね、これをちょっとぶっかけちゃって、はいはい、えいえい、そうしましたら、はい、先ほど炒めておいて焼肉ちゃんを豪快にこれにぶっかけちゃいます。イエーイ。このね、冷たいおそばに温かいね、焼肉がまたこれがね、これでまためちゃくちゃ美味しいですよね、この感じが。よし、はい、こんな感じで、はい、ぶっかけて、よいしょっと、タレもちょっと入れちゃっていいよ。で、そうしましたら、ここからもうね、こう、はい、刻みネギをたっぷりぶっかけて、はい、はい、そうしましたら、これにね、焼き海苔ちゃん、これもね、合うんだよね。これはね、もう適当にこんな感じで。で、まあ、切り海苔、普通のね、刻みネギ、刻み、海苔使ってもいいですしね、こうやってもうぶっかけちゃっても全然美味しいですよ。はい、こんな感じで。はい、海苔を散りばめたら、はい、そこにね、ここはね、お好みなんですけど、ここでもうね、パンチの効いた味にするために、これラー油ですね。ラー油をもう大量にここにぶっかけます。はいはい。これを、これはお好みでやってくださいね。好きな人はではバンバンぶっかけて、はい、さらにさらに、はい、ブラックペッパーですね。はい、これもね、好きなだけぶっかけて、もうパーンと パンチの効いた味にしますよ。はい、はい、こんな感じで、はい、ぶっかけたら、はい、完成しました。今日の簡単料理ね、めちゃめちゃもうね、悪魔的なやつ、悪魔の冷やし肉そばの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、ね、早速ね、食べてみたいと思います。はいはい、今日の感じで、こんな感じだよ。よいしょと、いい感じ。どうだろう、美味しそうに映ってるかな。めちゃくちゃ美味しそうなんですよ。はいはい、こんな感じで。よし、じゃあ早速これを食べる前に、はい、いつも通りチューハイタイム。皆さんお疲れ様でした。こんばーん。美味しい、もうめっちゃ美味しい。ってことでね、はいはい、今日のこの感じ、こんな感じですよ。このジャンキーな感じ、たまんないよね。いや、じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。よし、いや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 、これ最高のね、このジャンキーな感じが出てるよね。じゃあ、まず肉から。これは当たり前に美味しいよね。うん、焼肉だもんね。で、これにお蕎麦、じゃーん、よいしょ。これはもうめちゃめちゃ美味しい。これすごい美味しいよ。これね、なんていうかな、まあ冷たいタレに温かいのを乗っけてるからキンキンっていうわけじゃない。だけどそれがいいんですよ。このキンキンに冷やした状態を保とうとすると、この肉の方は油ニッシュになっちゃうんだけど、このなんていうかな、中間なんだけど、全然熱々でこう汗かくような感じでもないんだけど、このなんていうか、ちょうどいいぬるいというかな、うん、感じで食べれます。で、この大量にかけたこのラー油とね、ブラックペッパーがね、半端ね、刺激的で、で、この甘じょっぱいその焼肉にめちゃくちゃ合ってます。よし、うーん。これね、悪魔そうめんやった時にもう考えついてたんですけど、もうね、本当はこのなんていうの、このめんつゆにラー油とブラックペッパー、これ本当に合うんで、本当にね、それにこの今回は焼肉ですよ。で、こう大量のこのね、ネギと、もうこれはね、ものすごいね、合ってる。で、このね、海苔がポイントなんでね、ちょっとしたこの海苔が、香りがすごくその全体まとめてくれるんですよね。たまんねえ。いやー、もう
これはもう本当にね、食欲なくても無理無理食べれるし、もうね、なんていうかな、若い人だったらね、この味絶対好きな味、味ね。でちょっとね、辛みが苦手な人は自分でね、そのラー油と胡椒の具合はあのお好きにね、調整してくださいね。でぶっちゃけね、これラー油とブラックペーパーパシッと合わせるのがポイントはポイントなんだけど、なくても味として成立してます。なんでそこはね、自分のこう好みでやってみたらいいんですけど、これね絶対にもうね、これでもうだからっていうぐらいね、バシッと辛くしても絶対美味しいよ。これが騙されたと思って絶対やってもらいたいですね。うん、最高ってことでね、今日のこの悪魔シリーズね、うん、悪魔冷やし肉そば、ヘイ、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。